トレーニング1ではまず膝を90度以上曲げ込みます。その位置から号令に合わせて1、2、3、4でちょうど伸びきるように足を持っていきます。1、2、3、4休み左1、2、3、4足が自然に伸びたところでつま先をしっかりと起こします。つま先をできるだけ体の方に持ってくるようにし、その後に元のところへ戻します。足を戻してくるときにはまた元の位置に戻るように注意をしてください。この運動では膝の動く範囲が立ったり座ったりする動作と同じだけ曲がったり伸びたりしていることが大きなポイントです。また立ったり座ったりする動作の中では足首も大きく曲がったり伸びたりしますので、その動きに合わせて運動することも大きなポイントです。立ったり座ったりする動作の中では力はずっとかかっていますから、急に力を入れたり休めたりすることなく、運動に合わせてぐーっと力を入れ、伸ばした後は力をコントロールしながらだんだんと曲げてきます。トレーニングにはまず背もたれから背中を離し、顎を引き、胸を張って良い姿勢を作りましょう。手の位置は肩の横、耳たぶがつかめるくらいに持っていきます。こうして良い姿勢を作り、腕をまっすぐ伸ばしていきます。腕の動きはできるだけ大きく滑らかになるように心がけてください。1、2、3、4でちょうど上へ行き、5、6、7、8で戻してきます。意識しないと腕の位置はだんだんと前へ来てしまいます。最初の位置を保ち、しっかり横へ開くよう心がけてください。1、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング3は立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使って行ってください。トレーニング3のポイントは良い姿勢を保ったまま行うことにあります。顎を引き、胸を張って、背筋をしっかり伸ばして運動してください。良い姿勢を保ったままちょうど宙に吊り上げられるようにスーッと伸び上がって、そのままスーッと降りてきます。足がハの字型に開いてしまう方がいらっしゃいますが、つま先はできるだけ正面に向け、足を平行にしておいた方がより効果的です。トレーニング4も立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使って行ってください。トレーニング4のポイントは足の向きにあります。足を体に対して真横に開くように注意してください。決して足を大きく開く体操ではありません。足を真横に開いた場合、足は20度から30度しか開きません。正しい向きで運動ができていれば、20度から30度の開きでも十分な効果が得られます。真横に開いた足を戻して反対の足にその運動を移していく際に、体が大きく揺れてしまう方がいらっしゃいます。できるだけ揺らさないで、またつま先も正面を向いているように心がけてください。4、2、3、4。
3、4、5、6、7、8。はい、トレーニング後も立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使って行ってください。トレーニング後のポイントは膝を曲げる向きにあります。膝を曲げた時にかかとが内側に入らないように注意してください。かかとがお尻の後ろに来るように曲げてくるとちょうど良いでしょう。足を曲げ始めるとどうしても膝が前に出ようとしますが、前に出ないように気をつけてください。膝を大きく曲げるのではなく正しい方向に曲げる運動ですので、曲げる角度は無理のない範囲で結構です。90度を目安に行えば十分な効果が得られます。3、4、5、6、7、8。トレーニング6では、まず背もたれから背中を離し、顎を引き、胸を張って良い姿勢を作りましょう。腕は自然に両側に垂らした形になります。その位置からできるだけ大きな円を描くように動かしてください。右手は右側の遠くを、左手は左側の遠くを通るように動かしていきます。号令に合わせ4でちょうど手が頭の上で合い、8で元の位置に戻るようにします。5、2、3、4、5、6、7、8。トレーニング7は立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使って行ってください。まず椅子よりも少し後ろに立ち、軽くお辞儀をしたような姿勢を作ります。トレーニング7のポイントは、足を後ろに伸ばしていくときに胴体よりも足が後ろに上がるように心がけることです。足が自然に伸びきるところからもう少し頑張ってみてください。より効果的な運動になります。運動は反動をつけないように滑らかに行ってください。5、6、7、8。3、はい、1、2、トレーニング8も立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使って行ってください。トレーニング8はももを高く上げていく運動です。膝を曲げる角度やつま先を気にする必要はありません。ももが床と平行になる高さまでしっかりと上げるようにしてください。膝を上げていくとどうしても重心が後ろへと下がってしまいます。この運動のポイントは、重心が後ろへと動かないようまっすぐな姿勢を保ったまま行うことです。4、5、6、7、8。トレーニング9も立って行う体操です。安全のために椅子の背もたれを手すり代わりに使い、重りを外して行ってください。トレーニング9は立った姿勢を保ったまま膝を曲げていきます。膝が前へ出てお尻の位置はちょうどかかとの上へ落ちてくるような感じです。椅子に腰掛けるようにお尻を後ろへ突き出す姿勢とは違いますので注意してください。つま先の向きを正面に向けておくとより効果的です。
できるだけ滑らかに行うように心がけてください。トレーニング10は腹筋を鍛える体操です。椅子に浅く腰掛けて背もたれまでゆったりと背中をもたれてください。両足をゆっくりと伸ばします。その時に腹筋がしっかりと動くのを感じ取るようにしてください。足を高く上げる体操ではありません。足を上げすぎると腰に負担がかかります。1、2でちょうど足を上げて、3、4、5、6と足を上げたままにします。7、8で下ろすようにしてください。皆さん、準備はよろしいでしょうか。それではトレーニング1を前走に続いて右足から行います。無理のないようゆったりとした気分で行いましょう。3、はい、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、2、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、2、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、4、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、4、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、5、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、5、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、6、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、6、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、7、2、3、4、1、2、3、
1、2、3、1、2、3、4、休み、左、7、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、右、8、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、休み、左、8、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4。次にトレーニング2を前奏に続いて行います。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8。次にトレーニング3を前奏に続いて行いますので、椅子の後ろに立ちましょう。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8。
次にトレーニング4を前走に続いて右足から行います。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。初級コースのトレーニングはここまでです。次にトレーニング5を前走に続いて右足から行います。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、
1、2、3、4、5、6、7、8、休み右5、2、3、4、5、6、7、8、休み左5、2、3、4、5、6、7、8、休み右6、2、3、4、5、6、7、8、休み左6、2、3、4、5、6、7、8、休み右7、2、3、4、5、6、7、8、休み左7、2、3、4、5、6、7、8、休み右8、2、3、4、5、6、7、8、休み左8、2、3、4、5、6、7、8。次にトレーニング6を前奏に続いて行いますので、椅子に腰掛けてください。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み2、2、3、4、5、6、7、8、休み3、2、3、4、5、6、7、8、休み4、2、3、4、5、6、7、8、休み5、2、3、4、5、6、7、8、休み6、2、3、4、5、6、7、8、休み7、2、3、4、5、6、7、8、休み8、2、3、4、5、6、7、8。次にトレーニング7を前奏に続いて右足から行いますので、椅子の後ろに立ってください。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み左1、2、3、4、5、6、7、8、休み右2、2、3、4、5、6、7、8、休み左2、2、3、4、5、6、7、8、休み右3、2、3、4、5、6、
7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。次にトレーニング8を前走に続いて右足から行いますので、椅子の横に立ってください。準備はよろしいでしょうか。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、左、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、右、8、2、3、4、5、6、7、8、
休み、左、8、2、3、4、5、6、7、8。中級コースのトレーニングはここまでです。次にトレーニング9を行いますが、まず重りを外してください。準備はよろしいでしょうか。それでは前奏に続いて行います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8。次にトレーニング10を椅子に腰掛けて行いますが、重りをつけられる方はまずつけてください。準備はよろしいでしょうか。それでは前奏に続いて行います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、休み、2、2、3、4、5、6、7、8、休み、3、2、3、4、5、6、7、8、休み、4、2、3、4、5、6、7、8、休み、5、2、3、4、5、6、7、8、休み、6、2、3、4、5、6、7、8、休み、7、2、3、4、5、6、7、8、休み、8、2、3、4、5、6、7、8、